にちは、釧路夕日です。この動画が公開されている頃はちょうどゴールデンウィークということで、今日は釧路を抜け出し標茶町の中心部へやってきています。今回の動画はこのまま標茶町の中心部をドライブしていく内容でお届けしていきますので、道東旅行をしている気分でご覧いただけたら嬉しいです。早速左側には福原さんとホーマックニコットさんが立ち並んでいます。福原さんは道東地方を中心に展開しているスーパーマーケットで、ホーマックニコットさんは全国展開している DCMK ホームセンターさんの簡易版店舗といった立ち位置のお店となっています。さらにはサツドラさんもありますね。標茶町とこの先にある弟子屈町は共に7000人前後の自治体なのですが、ご覧の通りで人口規模以上と思われるお店が複数立っていますので、地方でゆったり暮らしたい方にとってはおすすめな自治体と言えるでしょう。お店だけではなく寮町とも素晴らしい泉質の温泉が複数あったり、大自然の観光スポットが多数あったり、普段から湯巡りをしたい方やアウトドアを楽しみたい方にとっても大変おすすめな地域といえます。交差点を通過すると一般住宅や個人経営系のお店が増えたようです。今回は行きませんが、標茶町役場さんもこの近くにあります。右に見える特徴的な屋根の大きな建物は図書館さんです。こちらでは本が借りられるだけではなく、図書館バスが町内を巡回しているそうなので、本好きにはありがたい試みです。余談ですが、図書館といえば本別町図書館さんでは標標の単行本が蔵書されているそうですので、十勝方面へ行く機会のある方はぜひお読みください。今通り過ぎてしまいましたが、右に見えた大きな建物は標茶小学校さんです。とても歴史のある標茶小学校さんは見た目も立派でして、町中心部の学校として存在感を放っていました。このまままっすぐ進み続ければ弟子屈町に行けるのですが、今回は標茶町の中心部をドライブすることが目的なので、ここは右折をしていきます。右折をして少しだけ進むと常盤橋が見えてきます。その下に流れている川は釧路川でして、このカメラでは見えませんが、左右ともにのどかで素敵な景色が広がっています。今日は4月の終盤なんですけど、季節外れの暖かさとなっていて、お散歩には最適な気候となっています。なのでカメラ片手にこの橋を散歩してみるのも良さそうですよ。再び交差点が見えてきました。ここも右折をしていきましょう。交差点付近は黒系の建物が多いですね。そして右折をすると左側にジョイフル工藤さんというお店が立っています。さらには北海道自慢のコンビニであるセイコーマートさんもここで営業しているようです。もう少し走ると左側に釧網本線標茶駅が近づいてきます。なのでここから先は再び商店関係が増えてくるゾーンとなってきます。ご覧の通りで背の高い建物はありませんけど、綺麗で開放感もあって本当に住みやすそうな街です。先ほど標茶町と弟子屈町には素晴らしい温泉があるとお話ししましたが、弟子屈町は川湯温泉という温泉街があるのに対し、標茶町は専用の温泉街がありません。ただこの右側に立っている藤花温泉ホテルさんをはじめ、街の中には超濃厚なモール泉などの素晴らしい温泉が点在し、これらが私たちの全力でおすすめしたい標茶町のスポットでもあったりします。
お話をしているうちに駅前が近づいてきました。ここは左折をしていきましょう。正面に標茶駅が見えました。今回は駅現地調査をしませんが、いつの日か改めて駅舎の中を見ていくことにしましょう。標茶駅は緑の窓口もある町最大の駅でして、かつては標津線も分岐していました。冬には SL も発着しますので、鉄道ファンにとってもぜひ訪ねてみたい駅の一つと言えるでしょう。これが駅前通りの景色となります。左側にはセブンイレブンさん、その向かい側には本屋さん、その他にも複数の商店や金融機関が立ち並んでいるようです。直樹さんのツイッターをフォローしてくださっているお店もこの辺にあるようですので、いつの日かこのチャンネルでも取材をしてみたいです。それでは再び橋が近づいてきました。こちらは海運橋というそうです。この縁起の良い名前の橋を渡ると最初に通過したあたりに戻りますので、撮影もこの辺で終了しようと思います。人口規模以上に賑やかで素敵な温泉も点在する標茶町、道東を旅行する際にはぜひとも立ち寄りたい街の一つでした。それでは次回もお楽しみにです。